いつもご視聴いただきありがとうございます。 JNW パーソナリティアンコロです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。中国の経済発展は未だ著しく、それとともに軍事力の増強にも力を入れ続けています。国防費は年々増加し、今や日本の5倍。しかし米国のある人気サイトで、中国は日本を恐れていると指摘されました。その理由として以下の説を挙げています。中国の方が兵士の数、軍事予算が上回ってるとしても、日本には中国に匹敵する軍事力がある。日本の海軍と空軍はアジア最強である。忘れてはいけない点として、日本は現在は専守防衛に徹している。日本の最先端のテクノロジーとアメリカに配備されたミサイル防衛システムの存在とはいえ、米国のグローバルファイアパワーによる2019年度の軍事力ランキングで、中国は米国、ロシアに次ぐ3位、比べて日本は6位です。前回の8位から2つランクを上げているとはいえ、明らかに中国の方が勝っているのに、なぜ日本を恐れるのでしょう。中国メディア自身は、中国は経済的にも軍事的にも強大な国になったと主張すると同時に、日本はなぜか中国を全く恐れていないとも報じています。その理由として、バックに米国がついていること、最新鋭の戦闘機や空母の導入など、日本の軍事力の増強を大きな理由として挙げています。そのため日本は中国の強大な軍事力を前にしても全く恐れる素振りを見せないのだという主張です。しかし、中国が潜在的に日本を恐れるのは日本の底知れぬ強さなのではないでしょうか。小さな島国であった日本が超大国のロシアに勝利し、アジアのリーダー的存在まで上り詰めたとつ、また敗戦後の目覚ましい発展なども、他国から見ると不気味なまでの底力を持った国と映るのでしょう。このように中国が極端に日本を恐れていることに、各国からは中国が日本を恐れる理由として様々なコメントが寄せられました。海外の反応。日本は中国にとってトラウマを抱えた相手だし、日本の同盟国にはアメリカという存在がいる。簡潔に言うと、その2つこそ中国が日本を恐れる理由だよ。アメリカはいつだって同盟国日本のために戦うぞ。自分は中国人だけど、日本がかなり強いことは認めざるを得ない。そういう相手を恐れないなんて無理だろ。アメリカの助けすら必要ないでしょう。日本は単独で中国を倒せると思う。日本は真の眠れる超大国だからね。中国は起こすなよ。結果は目に見えてるんだから。日本にはゴジラが配備されてることを指摘し忘れてるな。だから今のジャーナリズムはダメなんだ。中国人は日本のポップカルチャーの虜だから。まあ、中国共産党は日本と米国とは戦争したくないだろうね。日本人には最後の最後まで戦う気概がある。中国はそのことを知ってるからこそ怖いんだと思う。日本には核兵器をいくつも作れるだけのプルトニウムを備蓄してるっていう事実もあるし、日本は完全な軍隊を持つべきだよ。安倍さんが憲法を変えられるといいんだが、日本はロシアにすら勝ってるからね。自分の曾祖母の世代ならよく知ってるはずだけど、日本って専守防衛でもめちゃくちゃ強いわけじゃん。足かせが取れたらどんだけ強くなっちゃうんだろう。また世界的な大国として復活するだろうな。またって言うけど、今も大国じゃん。かつてはいかなる国をも震撼させる大海軍を持っていたような国だからな。その頃と比べるとどうしてもね。世界最大の空母と戦艦を所有する世界で唯一の国でもあったんだ。米国が超大国として君臨するようになったのは、そんな日本に勝ったからこそなんだよ。ドイツに勝ったからではない。アジアの自由をこれからも守るためにも、強い日本が絶対に必要だと俺は思ってる。実際のところ中国は日本に勝てないよ。歴史を見るといつも中国は日本に負けてる。日本人が勇敢で名誉心を重んじる民族だからかもね。ドイツ人として俺はいつだって昔ながらの相方を支持する。日本と争うと任天堂を守るために世界が動くから。これが日本のソフトパワーの果実なのだよ。日本は偉大な国だから、中国が恐れるのも当然だよ。そりゃどこの国も日本とは仲良くしときたいだろう。日本と中国の関係はドイツとフランスの関係と同じ。日独が立ち上がると中仏は白旗を上げたくなるんだ。冗談抜きで日本はロボット兵器を密かに開発してると思う。
人口減少を補うためにも必要だろうし、太陽が再び昇り始めている。侍の精神が滅びてなくて嬉しいよ。ようやく日本が復活しようとしてるんだ。中国は量、日本は質と経験、常に侍が勝つさ。韓国は独裁政権下の北朝鮮と一つになろうとしてる。今こそ日本は再軍備が必要だと俺は思ってる。日本は国土的に言えば小さな国だけど強い。それは歴史が証明している。あの小さな島国を絶対に侮ってはいけない。日本には勝てないという苦手意識があるんだよ。実際に中国は外国に負け続けてきた歴史があるし、たとえ北朝鮮に占領されても俺は驚かない。中国を支配した国は中国と同化するけどね。日本が密かにガンダムを作ってることを知ってんだろう。なぜ中国が日本を恐れるのかって、これまで日本が勝ち続けてきたからだろう。相変わらず侍、ゴジラ、ガンダムといった日本をファンタジーの国のように扱うコメントが多いです。そして日本のポップカルチャーを愛する外国人の多さに驚きます。日本がこんなにも愛されている国であることが強さの一因なんて日が来るかもしれません。平和維持のための軍事力強化は当然重要ですが、世界中のオタクを味方につけるなんて、これほど平和で素敵な軍事力は他にはないでしょう。